番だから審議だな。1644枚。いいね。Fly me up into the sky of ringing bells. え、天国見たらやめるんすか？その場合。やめるわけないだろ。わからん。やめてもらった方がいいんじゃねえか。ありっと。海を潜るには息を止めなきゃ潜れない。いや、わかんねえから。息を止めるのが嫌なら海には入れない。だから花びらは散るからこそに美しいとか、一瞬しか見れないから。なるほどなるほど。そうそうそう。だからまさに運命の一撃のあの一瞬のためにね。そうな。あれが永遠と続くならそれは美しいものではない。いや、もしくはもうクリさんのこと表現してますもん、ね、俺こん散るの俺散ったの。頼む。よし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 チャンス目からまた行った。これやっぱ設定さ、設定あるぞ、さすがに。めめー中期中チャンス、二発チャンス目から取ってるし、引き戻しもあるし、スイピンも効いてる。当てたよ。めちゃめちゃいいだよね。ボーナスは控えずと。OK。あ、外れ。よしよしよし。まだ持ちコイン400枚ぐらいあるね。350枚。負けるのが嫌なら。パフリサーパスは打てない。おびっくりした、途中までは本当かと思ってたわ。154枚無念。260ゲーム、300の投稿ですよね。モード B ですね。残り持ちこい500枚はあります。でこの後天国もあるはずなんで、でもここで当てます。 OK。 ラスト1ゲームね。ファイト引いて歯車出ろです。すいません。いや今引くなってチャンス目、たらふく引いてんな。え、これ当たんのか。え、て出したよな別の。レア役、チャンス目3回引いたんだけど前兆中に。もったいね。当たんねえんだけど。ええ、じゃあガセったってことだ、それ言ってたやつだ。だって AT 終わり出たもんね、銀色の女神で。次回は2回目で天国で、今300で当たった後次でだから。でもなかなかガセんないだよね、はい、いや俺はあのエレオノールの C は違ったことあるけど、それ以外はあんまない。俺2回ぐらいで、あの3回天国あるよが2回しかなかったことある。へえ、カラクリもね結構ね、そう、やめじくいタイミングめっちゃあるよね。だって南海天国みたいなの見せられたらさ、ね、めっちゃやめにくくなるもんね。でもあれ追っちゃダメっすよ。ダメだね。分かる。俺もね、何回も居残りしたけど全部負けてる。ダメ。意味ないっすもん。だコロンビーノだけっすね。次の天国まで、まあ、天国確定以外はね、か天国でやめるべきだね。そうっすね。天国抜けたらもう線だと思っていいから。そう、南海中南海天国はね追わない方がいいと思う。そうだね、あれは追えない。あるんだけどさ、理論値はね、理論上は、うん、あるけど、まあ、時間もかかるし、理論上の話で人間そんな幸せになれねえからな。ちげえから、人間ってちげえから。俺も遠いな。頑張ろうみんな、あとちょっと。はい、頑張りましょう。俺たちの勝利を願ってる方もいるはずだから、見てる方でいる。いるな。ただ楽しんでくれてる方が多数だと思う、もちろん、うん、で文句言いに来た方もいる、うん、で普通に見てて、うん、いやいい番組だなって思ってくれる方もいる、うん、でも俺たちの勝利を願ってる方も勝ってくれと。そう、一人二人はいるかもしれない。頑張れ、勝ってと。勝つとこ見たい。はい、その方にはほんと一言言っとく。
すいませんでした今日は無理です。勝ち方を知りたいだけはいないかな、この番組見る人。そこはないね。そこはないと思う。まあ、大半はやっぱ俺ら見て、あ、俺パチスロうめえわって思って自信持って行っていた。これでいいと思う、うん、それでいい。そう、勝ち方を学ぼうみんなが勇気を持ってくれるなら、それはお店間違えたのかな。これ熱くね。あ、幕開いだ。いや、熱かったんだよね、確かに。今、何をその演出でスイカっていうやつ、最初の幕開いの時と同じ煽りは来てるから、少なくともあと何回か、あ、幕開行くわ、行った。おい、2回目ってことでしょ。下ではねえのかな。いや、もう分からん、この台も怖え。ごめんなさい、後で。いや、もう後で、後で本当にやってください。全ミスってことでしょ。えぐいね。だってマクワイニーのそのチャンスの子、マジ何ができんのじゃ無理だ、無茶すぎるって。ここでレア役、あ、チャンス目やって思った。なんか書き換えとか、ここでチャンス目熱いやろ。書き換えちょうだい。よっこいしょ、ありがとう。おい、あぶねー。783ハマったな。792の次783。あ、赤いよ。普通にチャンス。ああ、気合で持ってきました。新作頑張れ。先バレル 25% とかいうなよなよっぷりに出すけど音聞きたいだけ。楽しそうだな。あー、ダメ、20ゲームで終わらしたらあかんのよ。あー、音聞けたからな。あれ、熱いよ。やっぱ嵐なんでね、熱いんすよ。はい、7万8000円。いきます。460ゲーム。うっ、おいです。いや、それはないっす。当たったの。危ねえ。当たった。いや、これ外れたら天井まで行く。 うわーと思ってましたもん。48。 OK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 。 48、俺78。48と78で今ラストのチャンスポイント。地獄や。48。ラストジャッジ、そいやそいやって言った。そんなつ最後そいやって言ったよ。今日は一日ありがとうございました。最後そいやって言ったもん。あ、なんか急に来た。手が出てきました。おしゃおい、手が出てきた。はい、3回1回ですかね。天国だけ見ますか。迅速30。セット数もなしだ。160枚。おうわー、やっぱありますね。あるわ、うん、セット数あったの。あ、いや、戻しが取った。うわー、つい、ありがとう。チャンスね。8割弱。よーし、でかい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 。すごい、6点前並んでんじゃん。ほんまや。え、なにこれ。ほんまや。ここ全体なんだよ、下手したら。可能性あるの。よっしゃー、ナイス。うわ、まだ変えている。はい、3セットや。もうこの新色伸ばしましたわ。僕は先輩見てるっていう。はい、そうなんですよ。新色早いっす。まあ、結局そっちか。一回上がったやつどれだけ引っ張るかなんだろうな。そうだね。走ってきたぞあいつ。
カーリング女子3セットだな、これがラストだな、多分。ピンクピンクからの熱いよ、ビチビチだこれ、ビビビ、はい、よし、気持ちいい、それはいいね、最高です。ちなみにもう僕余裕でプラスです。あら、はい、あ、3、400枚浮いてます。なんかあんだけハマってて変えてきました。絶対いい台だな。スダントグラスとかが結局蓋開けてみたらもうこんなの下なわけねえじゃんみたいなスダントになってそうだな、なんかね、まあ、絞る混ざってるって感じだからね。うわー、近術書まで行った。これもよう行くな。セット数以上です。新速月光か。あ、そういう感じね。俺は今なんか何をやってるの哲学的になってる。もう一個頼む。よーし、これ取った。俺そういえば俺これあれだわ、夜じゃねえわ、当てたの夜じゃなくて2セット超えてるから、ここから均等配分だろ確か。今4セット目そうだよね。はい、 0.4 だよね。気合いの 100%。 うん、1目引き付けて上昇、これでいくわ。もうおらー、うわー、え、違います、それ普通にスイカちゃいます。スイカの多分これいったわ、もうさた、うわー、そっちなんや。なんか嫌やな、なあ、いやー、それね、そのままでよかったけど、まあいいか、楽しそうだな俺も一緒に行きたかったな一回しか、あ、あ、違う、違うわ、あ、違う、違う、違う、そうだわ、スイカじゃなかったんや確かにな、一日通して本当あの20分、30分の間しか楽しいとこなかっただろうからな。そうだね、あ、そう、そうだね散るからこそ美しい、あの輝いてた瞬間がクリさんなやめます何も起きなかった86,000円、本当に申し訳ございません。86きた、終了画面デフォルトやな。よし、さあ出てこい。うわー、セットストックだった。よーし、追加、追加、追加、長い、ね、長いのあるでしょ。あるわ。僕もだからそのベルフリかと思ったんですよ。でこれ新曲だと思うんですよ。あ、なるほど。お、え、いやでもそんだけ取ったら新曲じゃないかも。フリーズしてる。うわー、はあ、やっぱそうや、埋蔵券だ、すごい。 100? これえぐいよ。これ、これだって3枚150、4枚200、そして、そして、あー4倍券。え、これ新速ないっすか、新速ないっすか、新速ないだろ、え、新速ないかな、いや、ないだろ、マジさん、これほら、うわ、嘘だろ、あるって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 、これ、これ止まったら上位が200円、上位になるの、上位になる、上位になる、いや、これえぐかったって。あったら止まったらよかったよね、めっちゃ血圧上がった、頭クラクラする、あー、ならんかった、あ、これ頭クラクラするって楽しそうだないや今のは本当に熱かったです。もう今日は今日タクシーで帰った方がいいよ今日目やばい、目やばいって、うわ、今の新速止めてたらえぐかったけどな。ロケットスタート待ったなしだったけどね。いやーかー、じゃあ、あとはもうバッチに託します。分かった、お願いします。任せろ、任せろっつっても俺も全然負けないけど、まだよし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 、え、あ、チャンスできれば、うん、欲しい欲しい、全然引けないっすよ。そう、新速、これ新速は引けないのよ。ただその代わりに上乗せめっちゃ引くんだけど、確かに
バシバシレア役で乗ってますよ ね。この台自体がどれぐらい負けてる。いや意外と戦えてるよ。あ確かにな、多分これも悪くないんだと思う本当に。さあどうだ、ラストセットの可能性もあるし、まだいる可能性もある。1対1対1、正直。あーいない、ボタンもなし、1520枚、引き戻しもなしと。即発展もないか、ないね。惜しい、1500枚出た。半分ちょいは戻したけど、自分の分までは戻せませんでしたね。1554、まあ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 、戻ってきただけマシとしますか。すいませんでした。わあ、いいでした。すいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。もうやっと謝れます。お疲れ様でした。すいません、本当すいませんでした。本当に迷惑かけました。最後まで届いた。いや、本当にもう僕もどっか行ってました。今一回冷静になりました。本当にもうマジでなんかよく分かんなかったです本当に。僕もだから先に言いますじゃあ、もう3956枚、86使っての負けです。わあ、すいません。本当に、まあ、でもよくでも確かにチャンスゾーン全部ミスってんのに運命の一撃までは行ったよ。確かに。それも本当すごいっすね。それはすごいと思う。うん、俺の方がですね、最後ちょっと延長したんですけど、まあ、投資が48本。2208枚で、まあ、があるから、そうで回収が1554枚、はい、でマイナスの654枚。わいや惜しかったですね。最後なんか僕も200とか見て、はいはい、あれがね、新速やったらね、あれは熱かったっすね。あれもうひっくり返るのも多分。で僕は投資23本なんで、はい、1058枚で回収が1600ちょいなんで、はいはいはい、600枚ぐらい浮いてます。なるほど。あ、じゃあここで総裁で、はい、そうですね、行ってこう。確かに ヘラヘラすんな。でまあ今日の目標なんですけど、はい、今日はサマイというよりは上位 AD どんだけ入れれるか、はい、ということでディレクターが先ほど言われたんですけど、まあ僕らが言ってたのはジローの1回行った裏。ジローのは行ってると思うよ。あれ、え、いや調べました、はい、いろいろとディレクターが調べたところ、はい、まあスローマガとか、はい、まあ師匠本とか、はい、いろいろ調べたんですって、はいはい、そしたらジョイ AT は新神速からっていう風になってたらしい。新神速、ただ大東さんが出してる動画、はい、嵐さん、うちの嵐さんがやってる解説動画では、うん、それも上位 AT と言っていたらしい。そうでしょ。だから今回はそこはもう OK と、よかったということにします。だから1個はクリア。クリア、ありがとうございます。であと他はダメだったので、行かなかった。今回は、はい、まあ、とりあえずじゃんけんでミニゲームをまあさっと終わらせて、はい、で勝った順にもう本当に罰ゲームが決まっていくと、はい、だ罰ゲームは行きってことね。行きらしいです。そっかそっか。これ1位ですよ。ないらしいです、うん、じゃんけんはじゃんけんらしい。確かに。ちょっと待って、いや言ってました。これは俺が言ったわけじゃない。これは俺は言ってない。これはなんかディレクター的にはチーム戦だからそれ誰が上とかないらしい。わかりますよ。俺は俺が言うわけないじゃん。もうじゃんけんやって罰ゲームやって今日終わりなんですけど、はい、まあでもちょっと一個だけ、はい、もう本当にもう僕からも、はい、言いたいけど、はい、向こうサイドもいいよというかあれなんですけど、はい、もう一回やんねえかと。ああ、いいっすね。なんかこのまま終わるのはちょっとあれ、いやなんか悔しいべって言ってきたんで、はい、いや本当に俺からもお願いしたい。本当チャンスをくれ。なんでじゃんけんするんやろ。罰ゲームだけ行きだったら別に1、2歳でいいのに、こっからもう一回注意決めてしょ。そうですそうですそうです。これは何なのじゃんけんなんだ。確かにねでも確かに朝の時点で言ってた。確かに言ってた言ってた言ってた。俺らは疑問を浮かんでないんだけど。勝ちます。ここは勝ちます。一発勝負ね。はい、いきます。一発勝負、はい、最初はグーじゃんけん、はい、シャッ勝っていい。勝っていい。それはマジでさすがに勝っていい。さすがに勝っていい。さすがに最初はグーじゃんけん、はい、いやなるわななるわな。そう、さあどうします。いやもう本当に俺は言いたいよ。今日はもう俺が足引っ張ったからもう俺は教えたい。じゃあもうあれにして、もうシンプルに、うん、そのやっぱヒントの度合いが難しいから、うん、3つ削ってもらおうか。それぐらいはいいんじゃない。あーでもいいんじゃないですか。これとこれとこれはないですにし3つ削ってほしい。あ、いいいいっていいって。あ、3つ、いいよ、そうじゃあ、削りたいの削っていいよ。じゃあ、あ、いいよ。そのパターンはいいよ。いいよいいよいいよ。しばき続けるってなんなの。
3つしか削ったらあかんねやこれ自分すげえこれすごいね、甲乙つけがたしだね。そうでしょ、バランスいいのよ。甲乙つけがたしだな。おっさんず無敵、無敵、まいい、はい、無敵、おっさんず無敵と、おっさんずゴッドハンド、はい、おっさんザンダーガン、 OK です。この3つはもう削ります。はいはい、他で決めます。あの今回しかもあのカードあるって言ったじゃん、ペラペラのやつ、はいはい、あ上位入ったけど今回はちょっとあれだから次回に持ち越そうっていう。あでもあそうっすね、次回みんなでちゃんと上位入れて3枚渡したいっていう、はい、いやもう書きましたよ。書いたよね、早っ。いや俺ね、はい、スッて書き終わったんよ。そうっすね、だから俺ね、だから長いやつじゃないと思うか ら、 だからケンタウロスとかはないっす。俺ポスターだと思う。あひらがなだと思うんだよね、あの速さ。あーはいはい、無敵とかやったらちょっと字数、そう画数多いっすね。ひらがなで無敵って書いたかポッターって書いたかのどっちかだと思う、はい、だから俺ケンタウルスではないと思うんだよ、ね、まあ長いっすから、ね、あの速さでケンタウルスって書けないと思うんだよ。でおっさんずっては書いてないと思うから、でモノデコ、モノデコに痛みをあれ俺どれ消した、俺無敵消したんだっけ、ちげえわ。いや消してないです。ゴッドハンドとアンダーガンと、うん、無敵やな。あ無敵消した、無敵消したわ。そうだ無敵消してる。デコピンやろ。あじゃあデコピンっすね、これデコピンにします。だから前回と一緒で、あこれがヒントだよってこと、ね、はい、決まりました。はい、我々はおっさんずにモノデコ、はい、いいですか、お願いします。はい、モノデコピン、おらーモノって書いてる、全部書いてた。でも疲れたね今日はね、疲れた俺。僕でも結構楽しかったっす。まあ、俺も楽しかった。楽しいは楽しいよ、ね、はい、疲れた俺。いやそれは無理でしょ、疲れるよね。俺やだもん、俺チャンスゾーン一回も成功しない日って俺多分年一ないと思うんだよ、ね、うん、いや本当だよね。次頑張ろう、全員で勝ってましょう。はい、てかでかく勝ちたいね、勝ちたいですね。まあ、俺はもうそれしか狙わないんで本当に。次回、はい、今日のレアカードも含め、はい、もう一度上位に目指せるということで、はい、もう一度それを目指しましょう。 3人成功させる。ルールは一緒なんですか、その一緒みたいな。でもまあそのミニゲームなのか罰ゲームなのかとかまた考えるかもしれないですけど、考えよう。あの1回だけ成功してジャンケンするのやめよう。いやそうそれ考えた方がいい。罰ゲームをなくすとかね、うん、そうそうそう、そっち側からだと思う、そっち側から。そうですね、はい、ってな感じで、本日のおさんそれ以上終了でございます。また次回お会いしましょう。さよなら、お会いしましょう。収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。パチンコパチスロ番組の中でもトップクラスにわちゃわちゃしているこのおっさんずスロでございますが、ぜひとも皆様チャンネル登録よろしくお願いします。もう